こんにちは、ユッキーです。今日5月4日 May the Force be with you、 スターウォーズの日でもありますが、いよいよ今日日本に、ね、帰国します。この後2時20分かなのセブパシフィックで、マニラのニノイアキノ空港から帰国するんですけども、かなり充実してましたね、今回の旅は。で、たくさん動画も撮ったので、編集もすごく楽しみなんですが、今日は、一つフレーズ、まあ一つというか、一つ旅で使える動詞のお話をしたいと思います。まあこれね、私の本、ユッキーの今すぐ英会話ノートには、最初の最初、シーン1の動詞として使っているんですが、have という動詞です。これ旅でめちゃめちゃ使えます。で、ちょうどねユッキーのその今すぐ英会話ノートが、実は先々週かなから連載が、ダヴィンチニュースさんで始まったので、でちょうどそのね連載のところに全部、その have を使ったフレーズ載ってるので、それ無料で読めますので、今日の動画の概要欄そしてコメントのところにリンクを載せておきますので、ぜひぜひそれチェックしてみてください。機内で使える英語とか旅先で使える英語、 have を使ったフレーズがたくさん載っています。はい。で、私はねどういう時に今回使ったかというと、やっぱ使えるんだな have っていうふうに思ったんですね。でまず使ったのがこれレストラン、ここのホテルの上にレストランが入ってるんですけども、レストランのメニューがねこの部屋の中にも、あるんですが、このねメニューを見て、注文したい時、 Can I have jazz cheeseburger? このジャズチーズバーガー、なんかねこうジャズアップインザスカイっていう名前のレストランで、なのでジャズチーズバーガーって書いてあったら、これ美味しそうだなと思って一昨日頼みたかったので、 Can I have jazz cheeseburger? で頼もうとしたんですけども、そしたら店員さんが Sorry ma'am, we don't have jazz cheeseburger. We don't have burgers. もうバーガー自体ないっていうことだったんですね。まあ朝の時間帯だったの、朝というかブランチぐらいの11時ぐらいの時間帯だったので、もしかしたらねこれ夜のメニューだったのかもしれません。で、ごめんなさい、ちょっとねこの時間帯はハンバーガーないんですよ。 We don't have burgers but we have sandwiches みたいな感じで店員さんが教えてくれました。この時間帯はバーガーはないんだけどサンドイッチならご用意できますみたいな感じで We have sandwiches っていう風にね教えてくれたので、Okay, then I'll have 何にしたかな、そうクラブハウスにしたかな、クラブハウスジャズサンドイッチ please って言うと Okay, ma'am って言って、店員さんがこうねオーダーを取ってくれます。まあ、そんな時のこの、レストランとかの注文のハブだったり、あとは、これは昨日の動画に上げてますけど、アベンジャーズエンドゲーム見に行った時にチケットがですね最初ソールドアウトって書いてたので、まだ残ってんのかなと思って、あるのかないのか分からなかったので、Do you have Avengers Endgame for tonight?っていう風な聞き方をして、アベンジャーズエンドゲームありますか、今夜はという風な、ね、感じで聞いてみました。もちろんこれも、Are there any tickets for なんとかなんとかとか、Any ticket left、ね、チケットが left 残っていますかみたいな聞き方も多分できるんですが、もう私はね何かがありますか、とかこれをくださいっていう時はもうハブで行くという風に結構決めてるっていうか、なんかもう癖づいてるんですね。それが自分にとって楽なので、いつも Do you have? Do you have? Do you have?、I'd like to have とか、で使っています。あとは、昨日ね夜実はここの、ホテル、このホテルに関してもね今日この後チェックアウトするときにちょっと、レポート動画撮りたいと思うんですけど、スパもついてるんですね。まあ、スパというかマッサージ、ね、がついていて、これ部屋に呼べたり、このマッサージの部屋っていうのに自分が行って、受けることもできるんですけど、私の場合は受けてきたんですけど、部屋じゃなくてね、
で、これね、レセーションが必要なんですね、予約が。で、それを昨日フロントで、夜、そうですね、8時過ぎぐらいに、フロントでレセーションした時に、Can I have a reservation for a spa? まあ、Can I have a spa reservation? でも通じると思います。で、そのレセプションのね、受付の人に伝えて、スパを受けてきました。めちゃめちゃ気持ちよかったです。しかも、超安いんですよ。これね、またね、ちょっと待って、かなり近づけると映るっていうことが昨日、コメントもいただいたりして分かったんですけども、映るかな?はい。いろんなメニューがあるんですが、だいたい60分500ペソ。で、これ10ドルって書いてるんですけど、そう、1000円ぐらいなんですよ、60分で。で、まあ、マックスでね、120分あるけど、これも、120分で2000円ぐらいっていう、すごく安いです。まあ、安いっていうかね、そのなんかコストパフォーマンスがいいっていうのか。はい。で、最後に、昨日ね、上のところでビュッフェがあったので、このビュッフェもちょっとね、これはね、意外で、これはまた別の動画でお話ししますが、ビュッフェ食べました。で、最後チェックアウトじゃないや、チェック、お会計しようとした時に、ちょっとその店員さんの隣にいた、また別のスタッフさん、から、何人ですかみたいな感じで話しかけられて、ちょっとお話をして、ちょっと仲良くなったんですね。で、その人が、写真撮ろうよみたいな感じで写真も撮ったりしたんですけども、その時に Do you have FB account? Do you have FB account? っていう風にさらっと、聞いてくれました。これ FB account、 Facebook account のことなんですね。 Do you haveFacebook アカウントで、Facebook 持ってるっていうか、Facebook やってるっていう意味になります。で、その後にその、スタッフさんはですね、Can I add you? っていうふうに言ってました。Add, A-D-D, 加える。で、ちょっと友達申請してもいい?っていう意味になるんですね。で、結局ですね、友達申請してメッセージできる状態になったので、これでフィリピン人の、知り合いがですね、一人できました。はい。まあ、そんな感じで、Facebook やってるっていう意味でも使えます。まあ、これも確かユッキーの、確かというか書いたな。うん。ユッキーの今すぐ英会話ノートに、書いてあります。で、今日のね、動画の概要欄のところにリンク貼っておきますので、ぜひ無料で読めますのでね、読んでみてください。そして、よかったら、電子書籍。そして、今だと、Amazon では、すぐに届くと思います。書籍バージョンありますので、今すぐ英会話ノート、好評発売中です。はい。旅の終わりに自分の本を宣伝して帰るっていう、動画になりましたが、今日、この後は、メガモール、あ、違う、SM、なんだったっけな。アジア、メガアジアだったかな?なんか、そういう名前のところ、フィリピンで2番目に大きいと言われているモールにちょっと行って、こっからね、車で12分ぐらいで着くみたいなので、で、そこからさらに空港までは、15分ぐらいかな?昨日調べた、もうわかってるんですけど、そこに、またね、グラブを使って行って、で、ちょっとそのメガモールでもう、行くお店は決めていて、そこでね、お土産を買おうと思います。昨日お土産が買えなかったのでお土産を買っていきたいと思います。昨日ねちょっとね、いやー昨日もね昨日で冒険でした、また動画を撮ったのでこれから今後ね配信していきたいと思いますので、ぜひぜひ楽しみに、されてください。それではゴールデンウィークもうね4、5、6、あと3日間となりましたね。まあお仕事ね開始されてる方もいらっしゃると思いますが、ぜひぜひ素敵な日をお過ごしください。それではまたお会いしましょう。 Have a lovely day. Bye bye. 絶対概要欄のとこ見てくださいね。フレーズいっぱい載ってますのでよろしくお願いいたします。あとそう、連日言い忘れてたんですけど、チャンネル登録、そしてこの動画の高評価もお願いいたします。ではまたお会いしましょう。 See you later!